楽しみながらどんどん健康になる鹿児島。今回ご紹介するのはじゃじゃん、体験するたび癒される鹿児島の温泉。私温泉大好きなんですよ。鹿児島温泉いっぱいあるもんね。まずは地元の方に鹿児島の温泉の魅力を聞いてみましょう。そうしましょう。おやつさです。 YouTuber のチャンサリゴーシ。鹿児島の温泉がなんちゃならんど、あたいなんざ目に入っとか、肌がもうキンゴキンゴよ、キンゴキンゴ。まあ、ちょっと寄ってみてみよう。ほらキンゴキンゴじゃっちよ。よー、みとしせキンゴキンゴンつやくらべ。いや、キャラがめちゃくちゃ濃ゆい。いやいや、濃すぎた。もう地元感ありすぎでしょ。でしょう。それでは数ある温泉の中から今回特におすすめするのが、じゃじゃん、霧島温泉郷。もう景色がもう最高だから、ウォーキングなどの温泉なんかどう？いやー、入りたい。気持ちよさそうですね。そうなのよ。そしてあの坂本龍馬も新婚旅行で来たんだって。ロマンチック。それではどうぞ。あー、気持ちいい。最高やな、気持ちいい。宮下さん、レポートは？あー、一人だけ気持ちよくなってずるいですよ。鹿児島県は知る人ぞ知る温泉王国なんです。そうなんです。源泉の数はなんと2700箇所以上、全国2位なんです。すごい。温泉選び放題ですね。もういろんな泉質の温泉があって、あらゆる症状に効果が期待できるんだよね。そうですよね。もちろん美肌効果だって。今ならなんと無期限ウェルカムキャンペーン実施中。温泉のご予約どんどんお待ちしてます。楽しみながら健康になる鹿児島。鹿児島の温泉でゆっくりして、心も体も健康になります。